昨日の台湾総統選で勝利を手にした民進党頼清徳氏。台湾で同じ党から3期連続で総統が出るのは初めてになります。台湾の皆様が民主主義の新たな1ページを刻み、民主制度を大切にする私たちの変わらぬ主張を世界に示してくださったことに感謝申し上げます。副総統として蔡英文政権を支えてきた頼氏、かつては台湾独立派を公言していたこともあり、中国の警戒感が強まるとの見方があります。中国国内の反応は。結果は知らなかった。どの党が勝っても平和が戻ることはないだろう。あんな小さな地域だし何ができるの。うまくいかなかったら武力行使でしょうか。あ、今コールされました。そして頼清徳候補登場しました。今日一番の盛り上がりを見せています。選挙戦最後の週末に行われた与党民進党の大規模集会は大盛況。一方の野党国民党は、一体何の会場でしょうかと思うようなステージ上ではダンスと歌が繰り広げられています。台湾の人々が熱狂した選挙戦、争点の一つが中国との関係です。現状維持が一番いいと思います。平和のままでいてほしいです。中国との関係は平和でありたいですから、それが実現できそうな政党に投票します。中国との緊張を感じさせる出来事が政党の選挙事務所を取材していた最中に起こりました。はい、今来ましたね、プレジデンシャルアラートということです。中国において、15時4分ついさっきですね、発射衛星発射ということですね、台湾の上空ですね、エアスペースで、注意してくださいと国防部ということで、アラートが鳴りました。今総統選4日前の9日台湾で鳴り響いたアラーム音。中国が発射した衛星が台湾南部を通過したため、落下物に注意するよう緊急警報が出されたのです。慌てる私たちとは裏腹に、台湾の市民は意外にも冷静でした。 Have you ever seen before? No. いいえ、初めてですね。脅威が高まっているというふうには感じますか。高まったとは思わないです。一定程度の脅威は続いていますけどね。総統選を前に、中国の習近平国家主席が示した台湾統一への強い意志。祖国の統一は歴史の必然です。中国と台湾の人々は協力し合い、民族復興の偉大な栄光を共有しましょう。中国は台湾統一のためには武力行使も辞さないという姿勢を示していて、強大な軍事力を見せつけています。こうした脅威に備え、台湾で進むのは民間防衛の動きです。有事が起きた際に実際にどういった対処をするのか、授業が行われています。主催しているのは2021年に設立された民間団体。この日は攻撃を受けるなどして怪我をした際の応急処置について40人を超える市民が学んでいました。持ち上げますよ。1、2、3。Why do you attend this class? 戦争が起こった時、自分や他の人を助ける方法について理解したかったからです。
団体は300万人を養成するという目標を掲げていて、今や予約待ちが出るほどの人気だということです。戦争への備えは若い世代にも。高尾市にある高校に来ています。校内から銃声が聞こえます。高校生が射撃訓練を行っています。標的を狙う射撃場に紫外線を想定したサバイバル訓練、操縦技術を学ぶフライトシミュレーターまで。去年、台湾の高校で初めて整備された体験施設です。実は台湾では防衛の意識を高めるため、高校生の国防教育が必修科目に。現役の軍人から軍事的な知識を学んでいるのです。生徒たちには自分たちが生まれた土地は自分たちで守らないといけないということを国防教育で学んでもらいます。扱うのはエアガンですが、実際に軍で使用される同じ型同じ重さの銃です。国防教育はとても大事なことだと思います。生徒も国を守る役割を果たさないといけません。台湾では今年から18歳以上の男子に義務付けられている兵役の期間が4ヶ月から1年に延長されます。伸びた8ヶ月間さらに訓練できるので国防の実力を向上させます。普段は野球部で練習に汗を流す生徒は本音も覗かせます。野球をやりたい、できればこんなことやらない方がいいですよ。中国と台湾の複雑な関係、そもそもなぜ両者は分断したのでしょうか。その歴史が垣間見える場所がありました。台湾が実効支配する離島、金門島です。対岸の中国アモイとは海を隔てて最短およそ2キロの距離で隣り合っています。フェリーでわずか30分という近さもあり、大勢の人が対岸を行き来しています。今船が港に入ってきました。政治的には緊張関係にあるわけですけれども、こうして人の行き来はあるんですね。中国の人は台湾の人に対して優しくて普通にいい関係です。観光地としても知られる金門島ですが、この地には激戦の歴史が刻まれています。海岸沿いにはこのように鉄の棒が同じ向きに並んでいますが、これらはかつて中国共産党軍の上陸を防ぐために設置されたものです。びっくりしました。島に残る軍事施設は今では観光用に整備され、中国と台湾が睨み合ってきた歴史を伝えているのです。こちらは軍事施設の跡地にできたライフル射撃場。あくまで観光地ですが、現役の軍人が練習に来ることもあるといいます。すごい衝撃だった。
あ、でも的を捉えてますね。おお、本物さながらだ。内戦という歴史に引き裂かれたものの、経済的な結びつきも強い中国と金門島。島民の中には中国との関係改善を望む声も少なくありません。平和を維持するために両岸は交流する必要があると思います。金門島の鍛冶職人呉蔵涛さん、かつて中国が島に打ち込んだ砲弾を加工して作っているのが、完成しました。ずっしりとした重みがあります、30分ほどで、包丁に生まれ変わりました。1958年から20年間打ち込まれた砲弾が包丁の材料に。共産党軍のビラが入った宣伝用の砲弾だったため爆発せずに残ったのです。呉さんも砲弾の雨が降り注ぐ時代を経験しました。1歳から20歳までのことでした。最初は緊張しましたが次第に慣れました。夜になると防空壕に避難しましたよ。工場に併設している店には中国人も多く訪れるといい、金門島の人気土産の一つとなっています。この包丁には意義があります。みんな平和の象徴だと思ってくれているんです。中国からの軍事的圧力が強まる台湾。それと同時に一般市民をターゲットにした巧妙な攻撃が仕掛けられているといいます。台湾ファクトチェックセンターです。このガラス越し向こう側では多くの人たちがモニターに向かっています。SNS などの情報を分析し真偽を検証する民間団体です。今回見せてくれたのは総統選が迫る先月拡散された最近の中国軍の軍事演習とされる映像。この映像は中国が軍事演習を通して台湾を監視していることを示しています。しかし最近は軍事演習は行われていません。これは中台関係におけるもう一つの恐怖、ネット上のハイブリッド戦です。ハイブリッド戦とは軍事的手段のほかに情報戦やサイバー攻撃といった非軍事的手段を組み合わせた戦略のこと。そのハイブリッド戦で標的になりうるインフラがあります。金門島と同様に中国大陸にほど近い馬祖列島です。去年島の通信が遮断され島民の生活に大きな影響が出ました。通信の遮断をもたらしたのは海底ケーブルです。去年2月、台湾の離島馬祖列島と台湾本島を結ぶ海底ケーブルが切断され、島民およそ1万4000人がインターネットに接続できなくなりました。台湾で通信行政を担当する国家通信放送委員会はケーブル切断に中国船が関与した疑いがあるとしていますが、意図的に切断されたかどうかは分かっていません。台湾有事となれば
台湾本島が同様の事態に陥る懸念もあり、対策が急がれています。通信大手は台湾本島と離島を結ぶ新たなケーブルを敷設する予定で、未来のバスの通信も大きく改善できます。台湾の国防部が設立したシンクタンクは、日本もこうしたハイブリッド戦のリスクをはらんでいると警鐘を鳴らします。中国は情報戦や認知戦を用いて外交の問題を起こし、台湾と日本の関係を分裂させようとするでしょう。台湾も日本も中国の脅威を最も受けることになります。